フェデリコ・デ・ロベルト・フェデリコ・デ・ロベルトは、イタリアの小説家。1861年ナポリ生まれ。ナポリ出身で両シチリア王国の王、フランチェスコ2世の参謀将校だった父と、カターニャの没落貴族出身の母との間に生まれる。会計士の資格を取るものの、早くからラテン語と古典の研究の道に進んだ。新聞社の記者としてそのキャリアをスタートさせ、 当時流星を見せていたベリーズイモ文学の代表的な作家、ジョバンニ・ベルガやルイージ・カプアーナとも交流する。作家として作品を発表し続ける一方で、エミール・ゾラなどの自然主義的文学に関する随筆などを執筆し、文芸評論家としても活躍した。1894年。 一年以内という異例の早さで後に代表作とされる福王たちを書き上げた。しかし、腐敗した修道院が象徴するような神聖さを汚す表現と作品に流れる無常を理由に当時作品への評価は非常に冷ややかなものであった。その後演劇にも作品を提供し福王たちのその後を描いた小説史上圏で分断への復帰を試みたが、 その完成を見ることなく亡くなった。それゆえに、イタリア文学史上最も偉大でかつ最も正当な評価を受けていない作家の一人とされる。ありがとうございます。